ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。よっしゃ、じゃあ行きますか。ここなんだよな。バニラさんにルーンブレスを2つつける意味がないような気がするんだ。まあ、ダイヤバングルつけた方がいいのかな。あとなんかでもね、つけるようなもんないんだよね、別に別にないんだよね。相手がどういう攻撃をしてくるかが分かんないからな。 ATB10% 加速とかあるじゃん。あ、これつけようぜ。開始時、あ、ダッシューズつけてるからだな、多分疾風のスカーフぐらいで。よし、じゃあこれでいきましょう。はい、そうだね、紹介し忘れてたよ。ラストですね、サイリンの師匠ボートに新生セシ翼、最後の、6将軍のうちの1人ですね。ヤシャス山のボートパトラにやってまいりましたら、なんかこんな風になってた。こりゃ玉あげたとか言ってたよ、ファングさんが。紫色になっちゃいましたね。普通に歩けるけど、めっちゃ敵湧いてる。おうおう、じゃあまあさっくり倒していきますか。強えんじゃねえかな。あ、間違った、フェニックスだ。ワイディーザースル、そんなに強くないでしょ。大丈夫大丈夫、ガルコラキーを先に倒したいですね。オッケー、であいつが問題だ。フューリアス変更して、ちょっと戦闘が久しぶりだからなここら辺でちょっと鳴らさないと。にかかりまして、トライディザスターに変更しまして、たまりましたらケロゼロスに変更しまして、大丈夫そうですね。ちゃんと手動きますね。なんとかなりそうです。あ、でもこいつ結構硬くね、思った以上に強かったんで、ちょっと変更。あ、デプロって入ったら大丈夫でしょ。ベターラ、こんなやつ戦ってたっけな。はい、お疲れさ。余裕だな。まあ、なんとかなるでしょう。さて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 、カイザーナックル効いたな。わざわざ作りましたよ。ダークマター2つも買ったよ。高かった。お金使いたくない人だから大変でしたよ。涙を飲みながらってやつですね、購入は。よー、お前らと戦うつもりはなかったんだがな。うわ、多いな。またみんなでヘイスト掛け合いまして、やばいんじゃね、こいつが3体。大丈夫か。あ、1回のダメージは大したことないんですね。問題なさそう。まずはフューリアスで、ちゃんと B 溜まってる、これ大丈夫。あ、溜まってるね。一旦アシュラ入れないとダメなんだもんね。 B ですよ。でプロテ入りましたら、あー、ケルベロスだとみんなあれになっちゃうのか。大丈夫かな。まあ、ライスさんでなんとか倒せるかな。大丈夫そうですね。3回、あと3回できる。ワン、ツー、スリーですね。 OK です。トライディーザスターに変更しまして、ためまして、ためまして、アシュラに変更しまして、今度 A ですね。 A ですね、はい、 A です。でプロテ入りましたら、ケルベロスに変更しまして、 A を叩く、 A を叩く。3回ですね。あともう1回ですね。はい、ワン、ツー、スリーで来た。はい、トライディーザスター入りました。トライディーザスターで溜まります、溜まります、溜まります。アシュラに変更します。レプロテが入ります。で、ケロベロスに変更します。みんなで叩いてゲームセット。お疲れ様でした。よーし、はいはい、お疲れした。はい、おー、着きましたね。なんか、いや、強いわ。 HP 半分ぐらいえぐったんですけど、半分じゃないの、もう4分の3えぐったんですけど、そっからが鬼畜だったわ。まあ戦い方はもうほぼ熟知したつもりではいるんで、多分もっと利口な戦い方はあると思うんですけどね。まあ、とにかくやっていきましょう。さあ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 、ラストだ、ラストだ。ただ戦いに集中しろ。この人もひとつ良かったんだろうな、きっとねそういうことなんだろうね。プロテストがかけても意味ないな。まあ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 、
ファングさんに至って物理耐性半端なくつけてきましたからね。さあ、じゃあまあここらで一旦アシュラに変更しておきますか。なんとこの敵、あー状態変化耐性今見れないか。そっか、まあいいか。なんとね、バイオが入るんですよ、この方。これは相当きつと思います。で、この今根性なんちゃらっていう時は一切こちらの攻撃が効かなくなるので、で、そろそろ切れるのかな。まあ、その瞬間に邪魔に変更しといて、なんか、あ、そうそう、デスペルが入るんで、見ての通りですね。なんか攻撃強化されてるんで、一旦デスペルで弱めてあげないと危険なのかなという判断です。で、バイオが入るんで入りますよね。なんかね、スローも効くんだよね。まあ、そこまで入れる必要もないんだけど、ちょっとスロー入るとこはお見せしたい。入ったね。こんな感じでスロー入るんで、スローまで入れてあげるべきなのかどうかだよね、問題はね。で、超強力な攻撃が、あ、まあそれをグレートウォールでなんとか防ごうっていう話です。サンダーでも入れてみる。あんまり意味ないけど多分。さあ、アシュラに変更しておきまして、さあ勝負。みんなで弱めてスローまで入れる意味があるかどうかですね。とりあえずね、必要なのはバイオですね。バイオ入ると相当でかい。え、はいよ。全然こちら何もしてないんですが、エンサンダでも入れますか。エンサンダでも入れますか。あした。さあ、デスペル2つ入りまして、どんどんかけてほしいですね。バイオ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 、来い。そしたバイオビッグ、もうここまで来たらもうフライデーダストに変更しちゃったので大丈夫だと思います。いくな。一旦危険だなと思った瞬間に回復は入れた方がいいですね。やるな、フライディーザスター。まあ一番あればなんとかなるかな。さあ、来ましたね。やっとブレイクできた。ケルベロス、あー来ちゃった。これ来ちゃうとね、回復せざるを得ないんで。あー、アシアじゃない。まあこの間にこっちもね、体勢は整えられるんで、それは強いのかなとは思うんだけど、とりあえずみんなにヘイストかけて、そろそろかな。自己回復が4回ぐらいだったはずなんで、そうですね。デスペルでウィークでバイオ入りまして、ウィークポケビーク入った。トライディーザスター変更します。強いな、やっぱラスボスだけあるよな。ラストミッションボスだけあるわ。普通に強えわ、やっぱトライディーザスター。よし、ここは即ケロベロスに変換だ。ここは与えられるだけ与えておきたい。くっそ、違う、回復します。やるだ、全員で回復して、全員で強化して、プロテダは必須なんでね。プロテダとヘイストは、そこ来たね。なんだなんだ、自己回復2連続はえぐくね。まあいいか、こっちも強化できるからさ、構わないですけど。さあ、そろそろですね、行きましょう。うわ、だいぶ回復されたな。けけい、魔旋風、これがやばいんで、グレートボールに変更してあげて、まあこれでなんとかギリギリ耐えられるかぐらいですか。結構危ないんですけど、
あと回復が間に合わないと死にます。普通に強いです普通に強いです。あ、ウィーク入ってない。一旦アシュラに変更。ウィークバイオは絶対だな。ここはかけないとダメなやつですね。ほっといて、でトライディザスターでみんなで行きましょう。間に合え間に合え。くっそ、なかなかいかない。いけるかな。回復した方がいいかな。大丈夫かな。うわー怖え。あっちも固めてきましたね。回復回復。2回で大丈夫だと思う。違う、メギストス。あ、でもそんなかな。大丈夫か。さあ即攻撃に転換しましょう。デスペルは必須だよな。これデスペルなかったらやばいんだろうな。1回のダメージ量はそんなに大きくないんですけどね。いかんせん攻撃頻度が高いんで。 OK、 一旦スロー入ったらラッキー。でトライディーザスター、いやーグレートボール間に合ったと思う。トライディーザスター、ファングさんのヘイストが切れてるのか。いける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 、間に合い。 OK、 ケルベロス押せ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 、今だー、いけー。オッケー、だいぶ食らわしたと思う、今のは。今のはだいぶ食らわしたろ。回って、あー、白じゃない、間違えた。トリスメギスト。ヘイストとプロテダが入ればなんとかなる、とりあえず。とりあえずこの2つが入ればなんとかなる。さあ、デスペル4回になったか、今度は。とりあえず消えたかな。オッケー。あー、バニラのヘイスト切れた。ウィーク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 ください、ウィークください。ここら辺からやばいんでね、回復まめにやんないと。黄色だと怖い。いきます。あー強い強い。どっちが優先、グレートウォールか。死んでも仕方ない。違う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 、まあ2回回復。あー、やられたか。これどっちが先かな。レイズヘアルラバニラ回復先、回復先、復活先。あー、くっそくっそ、自利品か。やばいな、これ多分やばいやつだな。間に合い間に合い間に合い、とりあえず復活させろ。耐えて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 。回復が来ない。コードがキャンセルされてる。一旦耐え一旦耐え。マジでそれは無理あぶね、耐えた耐えたけど、これ自利品すぎる。ここはそこ変更だろうな。トリスメゲスならかけるしかないよな。とりあえずみんなヘイストとプロテだ。それより回復か回復か。アシュラ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 。いやー、デスプレ、早デスプレ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 。オッケー、変わった。バイオ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 。オッケー、バイオバイオ入った。もう飽きてる。ギレコー耐えて耐えて耐えた。オッケー、とりあえず耐えた。回復しつつ、まだヘイストみんな切れてないんで、もう一回アシュラですね。キャルラ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 。オッケー、アシュラアシュラアシュラ。これゴリ押せそうじゃないですか。ちょっと行った方がいいんじゃない。これは攻めに転じろ、攻めに転じろ。いけ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 、押せ倒せ。あとちょあとちょ、いくつだよもう。意外とあるな、14番もあるのか。攻めろ攻めとけ。よし勝った、よっしゃ勝った
うわー、勝ったー、マジかー、やったー、勝ったー。戦闘時間9分50。いやー、お疲れ様でした。ミッションコンプリート、本当にコンプリートですね。報酬金時計もらいました。王道ラクドの解放者にランクアップ、これがラストですね。あー、お疲れ。ヒットポイント97とかあったよね、あれね。とどめだ。イケメン、はい、イケメン。あー、勝ったー、やったー、勝ったー。オートクリップ、エネミーリポート、死骸、死傷ですね。お、トロフィーゲット、ガラフの聖杯。こいつですね、ベルキンゲトリクス、ベルキンゲトリクス、ベルキンゲトリクス、あ、上だな、ウェルキンゲトリクス、ウェルキンゲトリクス、ウェルキンゲトリクス。ヒットポイント1584万でした。源氏の固定、ぶっちゃけあんま必要なかったのかなっていう気はしますね。うん、そこまで余裕がなかったですね。まあ、だとすればやっぱりチャンピオンベルトなりつけた方がきっと効果的だったのかなとは思います。ここですね。あとやっぱダッシューツあんま意味ないな、これ。ダッシューズ、あの星5狙いに行くんだったらダッシューズ必要なのかもしれないけど、うん、疾風のスカーフもぶっちゃけそれよりチャンピオンベルトとかね、つけた方が良かったかなって気はしますね。今更ですが、とりあえずまあ勝てたんでよしとしましょうか。あと何が必要だったかな、意外とオプティマに問題はあったような気はするよね。でもケルペルスもまあ使ったよな、トライディザストとかめちゃめちゃ使ったしね。でグレートボールも必要で、弱めるバイオが必要なんで、ただ JJJ の必要があったかってとこですね。もしかしたらここがBJJ とかに変更したりとか、 BJBJA とかにしたりとかっていうやり方もあったのかもしれませんね。まあ何せよ自分流でしたが無事倒せたということで、ここまでとなりますか。これ FF13 ってこれで終わりだよね。これラストですよね。まだあるのかな。自分はこれをファイナルのつもりで締めさせてもらいますが、もしまだあるようならまたなんかエクストラみたいな感じでやればいいかな。はい、ということでファイナルファンタジー13の実況、今回が最終回となります。はい、というわけでファイナルファンタジー13の実況、今回で最終回となります。最終回で毎回申し上げてることがありますですね。なんか座ってるぞバニラさん、疲れたか。お疲れ様でした、本当によく頑張っていただきましたよ。ですね、最終回で毎回申し上げてることがありましてですね、ぜひ実況、いやそうだね、先にその前に言わなきゃいけないことがあるね。ファイナルファンタジー13からですが、リスナーの皆さんに高評価をお願いするような、まあ、言い回しが何回かありましてですね、かなりの高評価を、いただきまして、高評価ボタンタップのねご協力をいただきまして大変ありがとうございました。それからコメントですね、たくさんコメントいただきましたし、まあ、初見実況ということでね、アドバイス声もかなりいただきまして、大変実況しやすかったです。こうしたらいいんだっていうのが分かったしね、素直にアドバイスを聞いてやることもできてとても助かりました。いい実況になりました、本当にありがとうございました。普通ですと半年ぐらいかかるんでしょうね、 FF13 の実況ってね。まあそこら辺を2ヶ月か3ヶ月くらいでバンバン更新してねクリアさせていただきましたが、多分途中飛ばした方もねいらっしゃると思うんでね、動画は逃げませんから、ぜひゆっくりこれから見ていただきたいなと思います。で今追ってる方じゃなくて、まあ過去じゃないか、今から未来ですね、未来に見る方もきっといらっしゃると思うんでね、ぜひそういう方々もねコメントは残してないと思いますが、動画見ていただきまして本当にありがとうございました。自分の実況プレイ動画では毎回ラストですね、ファイナルパートで、申し上げていることがありまして、実況プレイ動画を見てそれで終わりなんじゃなくて、ぜひね自分で購入して楽しんでいただきたいなと思います。特に13は、自分の動画では全てのムービーをきっと見せることはできていませんし、戦ってない敵やら、攻略
しきれてない敵などね、いっぱいまだまだコンテンツが残されていますので、ぜひ自分でプレイして楽しんでいただけたらなと思います。うん、まあ実況者が違えば別のストーリーがあるように、またねリスナーさんがやる FF13 はまた別の顔を見せてくれると思うので、購入をお勧めしたいと思います。はい、今回はもう1点ぐらいか、 FF13 に関しては13-2、そしてライトニングリターンズの実況もぜひしてほしいっていうコメントが、もうすでに来てますし、これからも間違いなく来るでしょう。で、自分もやりたいっていう気持ちはありますので、まあ今回はこういう形で終わろうかなと思います。また13-2あるいはリターンズでお会いしましょう。それではファイナルファンタジー13実況プレイ最終回でした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。